こんにちは。本日はウィリアム体操という体操を説明させていただきたいと思います。まずこの体操が何に効くかというと腰痛です。で、どういった方の腰痛かに効くかというと、まず女性ならヒールを履く方がいらっしゃると思います。でヒールを履くとかかとが高いので骨盤が前傾してしまいます。前に倒れるんですね。で、これを反らそうと、胸を張るために反らそうとすると出ちりになると思うんですね。それがこの模型で表すと骨盤が前傾していって、で、これを体を倒そうとしていったらこう反りますね。で、これを反ることによってここにストレスがかかってしまうため腰痛が起こってしまいます。なのでこういう腰痛を取っておくと、次はここに圧迫のストレスがかかりすぎると骨折してしまって分離症っていうものが起きます。で、分離症っていうものが起きたら、ここのクッションになる椎間板の部分やここの骨の部分が前に突出してしまって滑るっていう意味で滑り症と思います。こういったことが起きないようにストレッチ、運動っていうものが必要になっていきます。今日はストレッチの方、ウィリアム体操っていうものを説明させていただきます。まず実践させてもらいますね。で、どういう体操かというと、こう反ってしまっているため逆の方に行うことでストレッチがかかります。骨盤をこう引っ張ってあげることによってここが伸ばされてストレッチがかかって、ここの筋肉や関節などが柔らかくなり腰痛が改善されるというものです。ではやってみます。まず上向けに寝てください。で、この状態で膝を90度曲げ、手を膝にあてがい前に引き込みます。これを30秒間やってください。で、30秒間やるとやめていただいて、で、また30秒間やってください。これを1日5セットやることでしっかりと腰の痛い部分、腰痛の部分のストレッチがかかります。ひどく前傾している方は今のストレッチができにくい場合があります。その場合はこちらタオルを丸めたやつを下に引いていただいて、骨盤の下あたり、お尻あたりがつくようにしてください。で、このまままた仰向けに寝ていただくと、で、90度膝を曲げまた引き込みます。するとさっきよりストレッチがかかりやすくなります。ヒールを履いている女性、このストレッチが欠かせません。